その他の一般的な雑用がジャッジメントに回されているようですよ。なるほど。だからジャッジメントの生徒がアンチスキルの代役をしていたのね。慣れない交通事故の処理とか道路の封鎖もジャッジメントに任されてるみたいです。そっか、それで街の雰囲気がピリピリしてるのか。なんでこんな挙動不審なのにそこまでしっかり口を割らせることができるんだろう。なんですかにゃ。なんでもないわ。でもアンチスキルがみんな集まらなくちゃならない緊急の大仕事って何かしら。そう、問題はそこです。怪しいと思いませんか。怪しいですよね。いや、怪しいです。そんなに怪しくはないと思うけど。だから UFO ですよ。宇宙人と握手して火星に行って牛をさらってすき焼きです。ミステリーサークルで麦の穂を倒してイナゴが大発生で佃煮に決まっています。サテさん、ほら美坂さん、私たちの頭の上に UFO が飛んでますよ。急いで捕まえないと。あ、ちょっと待って。あ、サテさんの体熱っ。ダメだ、これ熱中症になってるかも。朝からなんかやたらめったら暑いですよね。宇宙人の秘密兵器かや。とにかく急いで涼しいところへ連れて行かなくちゃ。サテンさん、大丈夫？はい、おかげさまでだいぶ楽になってきました。あ、美坂さんとサテンさん発見です。ごきげんよう、姉様。それにしてもあっちいですわね。二人ともお疲れ様。そっちも忙しかったみたいね。よりにもよって一番暑い時間帯にパトロールの仕事だなんて、貧乏くじを引かされたわね。先輩方は揃いも揃って朝とか夕方ばっかり独占するからやってらんないですわ。ジャッジメントって下は小学生とかだったわよね。その子たちもパトロールに参加してるの？まさか、中高生限定ですわよ。あの、サテンさんは大丈夫だったんですか？美坂さんからいただいた連絡で大方の状況は把握していますけど、朝から熱中症気味だったのにさっきまで行方不明で、しかもスキルアウトに絡まれてたんですよね。あれは絡まれていたというか絡んでいたというか。大丈夫よ、さっきまでアブダクションでホルモン焼きだって叫んでいたぐらいだから。なんかいろいろと深刻そうじゃないですか。まあまあ。ところでさ、クロコ。何ですの？街からごっそりアンチスキルが消えてる。ジャッジメントが代わりに出張っているわよね。これってなんかヤバい事件でも起こってるわけ？なんでもありませんわよ。本当に？お姉様が思わずよだれを垂らして首を突っ込みたがるような大事件なんて起きてはいませんわ。ダメですわよ、お姉様。そんな沈黙攻撃をされたところで、私はジャッジメントの一員として守秘義務がありますの。ですから絶対に口を割りませんわ。そう、なら仕方ない。クロコは諦めてウイハルさんを攻め落とそう。あ？ほーら、ウイハルさん。今なら、バニラアイスが乗った特大パフェが待ってるぞ。猛暑の炎天下でパトロールしていた体には、甘くて冷たいものが欲しいでしょ？あの。なんなら、このスプーンで、はい、あーんってやっちゃうぞ。アンチスキルは死神カキコのせいでビップ警護に忙しいんですわ。ですから代わりにジャッジメントが一般的なパトロールに駆り出されているんですの。ふん、そうだったの。そう言いました、全部言いましたですから、それは中止ですわ、中止。むしろ喋った私に、はい、あーんと。死神カキコって
何？ああ、白井さん、喋っちゃダメですよ。言われなくても分かってますの。いいじゃん、ちょっとくらい教えてくれても。死神カキコって何なのよ。死神カキコっていうのはですね、あ、サテンさんが復活しました。死神カキコっていうのはですね、ネット上に広まっている都市伝説のようなものなんです。のような？どういうこと？普通都市伝説って誰が最初に言ったかわかんないものじゃないですか。でも死神カキコについてはその辺はっきりしているんですよね。その辺の掲示板を覗けば結構ありますよ。死神カキコってハンドルで書き込んでるの。つまり死神カキコっていうのはネット上のストーリーじゃなくてキャラクターなの？ですよ。掲示板に突然現れてはそれまでの話題をぶっつり切ってしまうんです。で、いきなり〇〇くんの寮のコンセントにはホコリが溜まっています、早く掃除しないと火事で死んでしまうかもしれませんって感じで謎のアドバイスを残していくんです。あ、それ実名の名指しなわけ？はい、だからおっかないんですけどね。みんな新手の殺人予告系レスなんじゃって噂してます。最近そっちの取り締まりが厳しくなってストレートにいたずら予告ができないんです。もしやったらアンチスキルが部屋に突撃してきたりしますからね。面白半分にやるにはリスクが高いってわけね。はい、だから死神カキコは建前を作って殺人予告をしているだけなんじゃないかって。これはアドバイスです。あなたの命を守るためなんですって。うん、その死神カキコのアドバイスって実際の的中率はどんなもんなの？百発百中ならとっくに逮捕していますわよ。そういや、死神カキコ自作自演説ってのもありましたね。何それ？自分でアドバイスして自分で事件を起こすんです。それを回避できたのは私のおかげなんだぞって。でも死神カキコって一人じゃないんですよ。もう嵐の定型文みたいになっているんです。とりあえず邪魔するならカキコって言っとけみたいなノリになっちゃってますよ。だから死神カキコって個人を追うことに意味がないんじゃないかな。なるほどね。サテンさんのおかげで死神カキコについてはだいたい理解できたわ。で、さっきクロコはアンチスキルは死神カキコのせいでリップ警護に忙しいって言っていたわよね。それって何なの？それは白井さん、どうするんです？クロコ、答えなさい。仕方ありませんわね。その死神カキコからアドバイスがあったんですのよ。どんな？今日第三学区の国際展示場でビップ様が講演することになっていますの。名前は市澤明子。講演内容は一般には明かされていませんが、来場者の倍率はかなりのものらしいですわ。つまり市澤明子は宇宙人なんですね。で、死神カキコは、うわ、あっさり無視された。死神カキコは丁寧にアドバイスをしてきてくださったのです。どうも、市澤明子が国際展示場へ向かう途中でテロに遭うかもしれない、だからアンチスキルは体制を強化した方がいいでしょうと。クソったり。それで街中のアンチスキルをかき集めたってわけ？普通の書き込みならいたずらで済まされる事案だと思います。でもビップに対する攻撃なんてことになったら話が変わりますからね。万が一を回避するためアンチスキルも必死なんだと思います。そんなに頑張ってるなら公演を延期しちゃえばいいのに。その公演には学園都市の外にある複数の協力機関から大使団がいらっしゃる予定ですのよ。
今さら予定は変えられませんわ。いたずらで延期や中止になれば大使団はいい顔をしない。だといって放っておいて本当にテロが起こればそれこそ大問題になる。はい、だから大人たちは警備を固めた上で公演を強行するしかないって感じなんですよ。それにしてもまたネットの都市伝説か。 VIP を警護するのは結構だけど、肝心の死神カキコは誰が追ってるの？アンチスキルの対応としてはまず市澤明子の公演を成功させる方を優先するらしいですわ。公演が終わってからじっくり追い詰める予定のようですわね。つまり死神カキコが殺人予告の亜種で、そいつが本気で事件を起こすつもりなら、以外のレベルはどうあれ事件の発生自体は止められない。ですからお姉さま、私とウイハルは押し付けられた雑用の合間を縫って死神カキコの痕跡を追いかけてましたの。あんたたち二人だけで？同じことを考えてるジャッジメントは結構いますよ。死神カキコを早いところ捕まえた方がいいんじゃないかって。そうした人たちとはネットで連絡を取り合ってます。さすがに仕事の量がすごいんで直接会っている暇はありませんけどね。噂をすればですわ。誰なの？死神カキコ調査チームの一人、あたつ千代先輩ですの。ちょっと失礼します。もしもし？あたつ先輩が出てきたってことは、多分何かしらの進展があったんだと思います。すみませんけど、私たちはこれで。待って、その調査チーム、人数は多い方がいいわよね。お姉さま、またそうやって何にでも首を突っ込もうとなさる。